古典の邦楽を2曲、獅子と国語に入りました。さて今度は皆さんの出番です。去年この春の日々、去年はお天気が良くてそうなんですが、いらしてくださった方ってどれぐらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げていただいてよろしいでしょうか。お、結構いらっしゃる。実はですね、これからやることは、去年やった方は、去年いらした方はすでに予習ができております。今年はその復習プラスバージョンアップという感じなんですが、これからやりますのはサンバソーという曲です。で、これをですね、会場に今日いらしていただいた皆さんに、手拍子で鼓のフレーズを打っていただいて、今日のお囃子の皆さんと一緒にセッションしていただこうと、こういう企画でございます。そのセッションの指導をですね、百之助さんにお願いしたいと思うんですが、百之助さんよろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、はい、どうですね、はい、よろしくお願いします。一つよろしくお願いします。はい、わかりました。皆さんビシビシ指導していきますので、よろしくお願いします。サンバソーという曲はもともと能から来ております。能の沖縄から来ておりまして、今日は非常におめでたい曲とされまして、その日の一日の最初の演目なり、何なりで演奏されるおめでたい曲ですので、皆さんぜひ覚えていっていただきたいと思います。それから、まず鼓のという楽器の特性も覚えていただきたいんですけれども、まずは我々2人でちょっと見本を見せたいと思います。皆さんこれからやっていただくところなので、一度しかやりませんのでよく覚えてください。小鼓という楽器はどちらの手で持って、どちらに担いで、どちらの手で打っているでしょうか。皆さん真似してみてください。みんな逆なんですよ。今目の前でやったんですけども、左手で持って右の肩に担ぐ、それで下から右手で打つ。まずこれを覚えていただきましょう。左手を皆さん出してください。はい、これをグーにしてください。これを右の肩にスッと当てます。そして右手を下から添えます。そうですね、これが構えの状態。皆様これから、エア鼓をやっていただくので、頑張ってます。まずこれが基本の構えということです。そして鼓の音は言葉で表すと、まず高い音、タというのがありますか。タ、これはなぜ高い音がするかというと、左手でこの紐、調べという紐をグッと握っているからタと高いんです。皮が突っ張ってるんですね。そんなのをタと言いますので、皆さん一緒にやってみましょう。せーの、タ、せーの、タ、せーの、タ。そう、これをここで打つんじゃないんですよ。腕をしっかり伸ばすんです。いいですか。せーの、タ、せーの、そう、素晴らしい。はい、そして鼓といえばポンという音、これは左を緩めて打つのでポンと言います。せーの、ポン。皆さん開いて、せーの、ポン、せーの、ポン。この2つを覚えればもう鼓はできたも同然。そしてサンバジというリズム、これも言葉で言うんですけども、タ、ポン、ポン、スポン、ポン。タというのは最初だけ、タ、最初だけ握ります。あとは緩めます。やってみましょう。せーの、タ、ポン、ポン、スポン、ポン。そう、最後だけ速いですね。速いのでスポン、ポンと。もう一回じゃ繰り返しますよ。せーの、タ、ポン、ポン、スポン、ポン。繰り返し握って、タ、ポン、ポン、スポン。しっかり肘を伸ばして、タ、ポン、ポン、スポン、ポン。元気よく、タ、ポン、ポン、スポン、ポン。はい、よくできました。これで完成ではありません。ですね、もう皆さんご存知だと思いますが、我々たまに規制を発します。はい、これは規制、むやみやたらにかけているわけではなくて、掛け声といって必ず同じルールのもとにかけているんですね。で、サンバソーにもサンバジにも、掛け声があります。では掛け声入りでちょっとやっていただきましょう。いいよ、お、わかりました。2箇所だけ、最初タを打つ前に
いいよってやります。はい、皆さん、いきますよ。う、いいよ、いいよの声で、う、いいよ、そうそうそう、まあ、いやーって伸ばさない、いや打つと同時に切るんです。はい、それの練習。う、いいよ、素晴らしい。そして伸ばさないいいですか、いやーと切る。そうしたら今度はポンを打ちますね。ポン、一度目のポンを打ったら、ほうほうほう、スッポンポン、これが完成。何回か繰り返しますので、皆さん頑張って声を出して、声と手と、タを打つときは握る、ポンを打つときは緩める、これもしっかりやってやってみましょう。鼓打ちはいろんなことを考えてやってるんですよ。いきましょう。うっ、いいよほうポン、スッポンポン、いいよポンほうポン、スッポンポン、いいよポンほうポン、スッポンポン、いいよポンほうポン、スッポンポン、ほんと元気よく大きい声でポンほうポン、スッポンポン、いいよポンほうポン、スッポンポン。終わりました。いやたポンほうポン、スッポンポン。あと4回練習します。皆さん構えてください。うっ、いいよポンほうポン、スッポンポン、いいよはい、今年度2013年秋招バージョンのサンバ奏を笛の福原百鷹さんと大鼓の望月多佐野さんにも加わっていただいて、そして皆さんと一緒に演奏したいと思います。最後止まりますけれども、一緒に打ちますので、最後一緒に止まって最後だけいやーと大きくやって終わりますので、皆さんくっついてきてください。それでは構え、右の肩、そう、左手を右の肩、そして右手を、外で、はい、これ僕結構演奏するより汗かくんですけど今度に当日でやってください、ありがとうございます、ありがとうございます、親切丁寧なご指導ありがとうございますありがとう、これもなんだか春章名物になりつつあるんですが、インプロビゼーションに行きます。今日会場でですね、大森獄中の皆さんに、お題を集めていただきました。で、今これからそれを発表していただいて、私たち4人、百之助さん、善よりさん、中川さん、私と4人でそのお題を伺って、その場で本当に即興で作って即席作曲して